Ah!
これがヒロちゃん、デドライスーパーエース。なんかマイクオフってましたね。ロメロがひどすぎる。ロメロがマジでひどすぎる。ほんとひどいだろう。途中で俺もマイク、まず、野良の、どっちかの、エースが来たでしょ。センスないんだよ。発電機が回ってるところ、自分が回しといてさ、回してないところに来てるって、どこ回してんのと思ってんの？だったら。どこ回してると思ってんの？どこが回ったかってイメージついてないんだよ。要するに、固有の方面のエリアじゃなくて、小屋方面のエリアの方よ。逆のサイドも込みで。うん。ざっくり言うと。うん。俺が最後に回してたところ、小屋のエリアの方、の方は回ってないんだよ。あそこチェイスしてる時点で論外なんだよ。うん。固有方面なんだよ。回ってるのどっちかっていうと。ここのイメージしなきゃいけないんだよ。レーンロベルダメだろ。このチームは手を離すんだよ、常に。ほんと。共鳴は食らったら考えれば、食らってなければないってことだから。ほんと疲れてくる。で、救助に行った自分が悪いじゃん。じゃあ発電機触ってろって話だろ。俺がどれだけすごいか分かる？どの試合も全部勝たしてんねん、今日。通電までさせてるじゃん。恐ろしいと思うで、自分自身が。うん。うん。うん、で、こういう逆境の試合も、もう、ことごとくものにする。この凄さ。これがやっぱりヒロじゃん。スーパープレイヤーじゃないかっていうぐらいの勢い。結果は出してるで。